ロックインジャパンでのナンバーアンダーラインアイ初登場。観客7万人を魅了した感動の瞬間を振り返る。平野くんがサングラスを外した瞬間。ナンバーアンダーラインアイがロックインジャパンで作り上げた伝説。ナンバーアンダーラインアイという新しい風が日本の音楽フェスに吹き込まれたとき、誰もがその瞬間を見逃さなかった。2024年のロックインジャパンでの彼らの初登場は、 会場の空気を一変させ、まるで長い間待ち望まれていた何かがようやく実現したかのような感動を呼び起こした。グラスステージは満員で、7万人という観客が彼らを迎え入れるために集まった。その瞬間、ナンバーのメンバーがステージに登場すると、観客は大歓声を上げ、そのエネルギーが会場全体に波及した。彼らがステージに立った瞬間、その場にいたすべての人々が彼らの音楽に引き込まれ、 心を奪われたのだ新しい観客たちの反応は驚くべきものだった。これまでナンバーアンダーライン愛の存在を知らなかった人々が、その場で彼らの魅力に気づき、感動をツイートで表現した。ロックフェスにおける彼らのパフォーマンスは、これまで見たことのないような熱狂を生み出し、ナンバーの名前が広がっていくのを目の当たりにした。音楽ライターや評論家たちもまた、彼らのパフォーマンスに感銘を受け、 SNS 上でその素晴らしさを発信した。ナンバーアンダーライン愛がどのように観客を魅了し、どのようにその場の空気を変えたのか、それは一見して明らかだった。彼らのセットリストは、ナンバーアンダーライン愛の音楽の多様性を感じさせるもので、最初の曲、g o t で観客を圧倒し、その後もエネルギーを保ち続けた。g o t が始まると、会場全体が一体となり、その熱気に包まれた。 ランサーたちもステージに登場し、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスをさらに引き立てた。これがフェスの魅力を最大限に引き出すための一つの要素であり、ナンバーアンダーライン愛のチームがその力を見せつけたのだ。続く曲、スクエアワンやノーイエスもまた、観客を引きつけた。特に、ノーイエスは、青空の下で披露され、その光景はまさに夏フェスにふさわしいものだった。MC を挟んで披露された、 バナナやブロイヤーカバーなども観客を喜ばせ彼らのパフォーマンスの幅広さを示したさらに最後には愛が披露されその振り幅の広さに驚かされた観客の反応は圧倒的だった特にゴートが再び演奏された時平野くんはそのロック魂を見せつけ観客を熱狂させたそのセットリストは 彼らの音楽的な攻撃性と感情の幅広さを感じさせるものであり、観客はその一貫した流れに引き込まれた。彼らがどれほど観客の感情を揺さぶり、最後には圧倒的な感動を与えるか、それはこのセットリストからも明らかだった。音楽ライターや評論家たちは、彼らのパフォーマンスに対する新規の観客の反応を見て、SNS でその感動を共有した。彼らのパフォーマンスは、単なる音楽以上のものであり、 観客に深い印象を残した特に、アイは多くの人々の心に染み渡り、彼らの音楽が持つ力を再認識させた。来週のサマソニーでの彼らのパフォーマンスにも期待が高まっている。このような反応を見ると、ナンバーアンダーラインアイがどれほど強力な音楽ユニットであるかがわかる。彼らのパフォーマンスは、観客をただ楽しませるだけでなく、その心に深く刻み込むものであり、 彼らがこれからも多くの人々に影響を与え続けることは間違いないだろう。彼らが初めてフェスで披露した音楽は、多くの人々にとって新たな体験であり、彼らの音楽がこれからどのように広がっていくのか、非常に楽しみである。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーたちの個々のパフォーマンスもまた、観客に強い印象を与えた。彼らはただ音楽を演奏するだけでなく、その場の空気を支配し、 観客をを引き込む力を持っている特に平野くんがサングラスをさりげなく外した瞬間その小さな動作が観客に大きなインパクトを与えた彼のビジュアルとその存在感は多くの新規ファンを引きつけその場にいること自体が特別な瞬間であると感じさせたのだまた岸くんや神宮寺くんの MC も観客を魅了した彼らの親しみやすさと自然なトークは観客との距離を縮め ステージと観客の間に特別な絆を生み出した。特に神宮寺君が、皆さんのどが渇いてませんか一緒に飲みましょう、乾杯と呼びかけた瞬間、会場は一体となり、その場の雰囲気は一気に盛り上がった。このような瞬間が、ナンバーアの魅力をさらに引き立て、彼らの音楽が観客の心に深く浸透する要因となっているのだ。ナンバーアンダーライン愛が初めて、 ロックインジャパンに登場したことは、彼らにとってもファンにとっても非常に重要な出来事であり、その瞬間を共有できたことは多くの人々にとって一生の思い出となるだろう。彼らの音楽がこれからどのように成長し、どのように広がっていくのか、その未来が非常に楽しみである。しかし、ここで一つの疑問が浮かぶ。ナンバーアンダーライン愛がこのように観客を魅了する力を持っているのは、 単に彼らの音楽的才能だけなのだろうかそれとも、彼らのステージでの存在感やパフォーマンスが観客を引きつけているのだろうか音楽ライターたちは、彼らのパフォーマンスが持つ力を評価しているが、それは音楽そのものだけではなく、彼らがどのようにその音楽を表現し、観客に伝えているかが重要であると感じている。また、彼らがこれからの音楽シーンでどのような役割を果たしていくのかも興味深い。 ナンバーアンダーラインアイが持つ独自のスタイルとエネルギーは既存の音楽シーンに新しい風を吹き込みこれからの世代の音楽に大きな影響を与えることは間違いないだろう。しかし彼らがこの先どのようにそのエネルギーを維持しさらに成長していくのかその課題もまた大きい。音楽の世界では新しいアーティストが次々と登場し競争は激しい。 ナンバーアンダーライン愛がこれからもその存在感を保ち続けるためには、常に新しい挑戦を受け入れ、進化し続けることが求められる。彼らが持つ可能性は非常に大きいが、それを現実のものとするためには、さらなる努力と想像力が必要である。彼らの音楽がどのように進化し、どのように観客に影響を与えていくのか、その過程を見守ることは非常に興味深い。そして、 その結果がどのようなものになるのか、それは誰にも予測できない。しかし、それこそがナンバーアの魅力でもある。彼らが常に予測不可能な方向に進み、その都度新しい音楽の地平を切り開いていく姿勢は、ファンのみならず、音楽業界全体に刺激を与えている。彼らのパフォーマンスが単なるエンターテインメントにとどまらず、芸術の一形態として評価されるのも、このような挑戦的な姿勢に由来しているのだろう。 また、ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ多層的な意味合いも見逃せない。彼らの歌詞は一見するとシンプルで親しみやすいが、その裏には深いメッセージが込められている。社会問題や個人の葛藤、愛と孤独といった普遍的なテーマが、彼らの音楽を通して繊細に描かれている。こうした要素が、彼らの音楽に深みを与え、聴くものに考えさせる余地を残しているのだ。さらに、 ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ国際的な魅力も注目に値する。彼らの楽曲は日本国内だけでなく、海外のリスナーにも強い支持を受けており、その影響力は年々拡大している。彼らがロックフェスで見せたパフォーマンスも、海外のメディアやファンの間で大きな話題となり、彼らの名前がさらに広がっていく様子が見て取れる。特に、英語圏のリスナーにも理解されやすい歌詞やメロディーが彼らの人気を後押ししており、 今後の海外進出にも期待が高まっているナンバーアンダーライン愛が持つこの国際的な魅力は単に言語の壁を越えるだけでなく文化の違いを超えて人々の心に響く普遍的なメッセージを持っているからこそ実現しているのだろう彼らの音楽がどの国どの文化の人々に対しても共感を呼び起こす力を持っているのはその裏にある誠実さと情熱が感じられるからに他ならないそして 彼らがこれからどのようにその国際的な影響力を拡大していくのかもまた、興味深い課題である。日本国内の音楽シーンにおいて確固たる地位を築いた今、次に目指すべきは世界の舞台での成功であり、それに向けた準備はすでに始まっているのかもしれない。新たなアルバムの制作や、国際ツアーの計画など、ナンバーアンダーライン愛がどのような戦略を取るのか、それが彼らの未来を左右する重要な要素となるだろう。 また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが個々に持つ才能やキャラクターも、彼らの成功に大きく寄与していることは間違いない。リーダーシップを発揮する平野くん、独特の感性で楽曲に深みを加える岸くん、観客との距離を縮めるコミュニケーション力を持つ神宮寺勇太くんなど、それぞれの個性が絶妙に調和し、ナンバーアンダーライン愛というグループの魅力を形作っている。彼らの音楽に対する姿勢もまた、 非常に新しいアイデアを追求し続ける姿勢が彼らの音楽を進化させ続けている。彼らがスタジオで過ごす時間は単なるレコーディングの場にとどまらず創造の場として機能しておりメンバー同士のディスカッションやアイデアの交換が行われる中で新しい音楽が生まれている。こうしたプロセスが彼らの音楽に独自性と深みを与えリスナーを引きつける要因となっているのだ。 ナンバーアンダーライン愛の音楽がこれからどのように進化していくのか、それを予測することは難しい。しかし、彼らが持つ想像力と情熱、そして観客との深い絆がある限り、彼らの音楽はさらに大きな進化を遂げ、新たな領域へと踏み出していくことは間違いないだろう。彼らの未来はまだ未知数であり、だからこそその行く末を見守ることが、ファンにとっての最大の楽しみとなるのだ。このようにして、 ナンバーアンダーライン愛は音楽シーンにおける独自の地位を確立しつつある。しかし、彼らの成功は決して偶然ではなく、長年にわたる努力と挑戦の積み重ねによって築かれてきたものである。彼らの音楽がこれからも多くの人々に影響を与え続けるためには、さらなる進化が必要であり、彼ら自身もそれを強く認識している。彼らの音楽がどのように進化し、どのようにリスナーに影響を与えていくのか。 それは誰にも予測できないしかし彼らの想像力と情熱そして観客との強い絆がある限りナンバー・アンダーライン愛の未来は非常に明るいものとなるだろう彼らがこれからも新たな音楽の地平を切り開き多くの人々に感動を与え続けることを私たちは期待してやまないこのようにしてナンバー・アンダーライン愛は今後も音楽シーンの最前線で活躍し続けることだろう 彼らの音楽が持つ力は、単なるエンターテインメントの枠を超え、リスナーの心に深く刻まれるものである。彼らがこれからも新たな挑戦を続け、さらなる進化を遂げていく姿を見守りつつ、彼らの音楽がどのように私たちの心を揺さぶり、感動を与えてくれるのか、その瞬間を楽しみにしている。